練習試合、巨人3月11日、韓国サムスン、2024年2月18日、沖縄セルラー。今季の対外試合、初戦先発を任された巨人のドラフト1位右腕の西立中大は、最速149キロをマークして2回2安打1失点。やっぱり緊張しました。抑えたいという気持ちが先走ってしまった、と初回に直球を2安打され1点を失ったが。 戦闘に支給を与えた2回は1死から夕ごろ併殺だと修正した。開幕投手に指名した阿部監督は、その緊張感の中でよく投げたと思うし、こちらからのリクエストにもしっかり応えてくれていた。失点はしたけど、満点ですね、と評価し